皆さんこんにちは。今回は皆さんが大好きな属性耐性のお話をしていこうかと思います。まあ、属性耐性自体はみんな嫌いだと思うんですけど、属性耐性の話みんななんか大好きなのかめっちゃするじゃないですか。で、まあ属性耐性っていうのはフロアボスに攻撃するときにこういう感じでレジストって出るじゃないですか。このレジストって表示されたときに、まあ、ダメージがちょっと通りにくくなると。で、ダメージ何パーセント上昇っていうところから、まあ、ダメージ計算式上はマイナスで計上されていくと、その耐性値分ですね、減るんですよ。まあ、一応これ弱点ね。この映像だと突属性は弱点ついてるので、ここウィークネスって書いてあるんですけど、ナーシャの弱点属性突風以外は全部属性耐性ついてて、これは突水で攻撃した場合なので水属性が耐性受けてレジストとなっている感じですね。このウィークネスは突属性が弱点ついて入ったという話で、まあ、今回はその属性耐性の話なんですけど、皆さんこのボスの耐性値知ってますでしょうか。正確な、まあ、正確なっていうか推定値ですね。みんなレジストっていう表示だけしか見てなくて、実際にどれくらいの耐性値かって細かく知ってますでしょうか。みんな耐性モリモリで全然ダメージ通らないっていうけど、じゃあ具体的にどれくらいの数値なのか、ちょっとね見ていくとね見方が変わるかもしれないので、実は迷宮序動の自然耐性ってそんなでもないんですよ。みんな耐性やばそうだって、もう耐性モリモリで無理とか言ってるけど、実際そんなでもないんですよ、迷宮区序動は。で、これ属性耐性の表なんですけど、ナーシャのね、これ61層フロアボスの、これ属性耐性って武器属性の耐性がめちゃくちゃ高いだけで、実は迷宮区の序動だと 25% だけなんですよ。でも 25% ってこの突属性で攻撃するとするじゃないですか、ナーシャに。で、ナーシャに突属性で攻撃すればこの武器属性は受けなくて済むんですよ、食らわないんですよ。こっちにむしろ突属性で攻撃したらダメージが 50% 上昇するんで、この自然属性の 25% は帳消しどころか 25% オーバーで勝ってるんですよね、ちょっと。なので実際やってみると分かると思うんですけど、思いのほかダメージが出るんですよ。で、次74層フロアボスのグリームアイズ、これも実は自然属性耐性 25% ってナーシャと同じような感じなんですけど、実は掲示板だけ一番高く設定されてるんですよね、なぜか。まあ迷宮区でみんなやろうよって感じなのかもしんないですけど、まあクリティカル耐性はクリティカル耐性バフのみって書いてあるんですけど、いくつだっけ、 100% くらいだっけ、わかんないですけど、グリームアイズは HP を半分切ってあたりでスキルブレイク可能な攻撃が来るんですよ。ブレイクタイマーが表示される、こういうやつですね。これ HP 半分切ってるじゃないですか、この状態で来るんで、でスキルブレイクに成功すると、これスキルブレイク前はここにクリティカル耐性アップのこうマークがついてるんですけど、ブレイクした後はこれクリティカル耐性のバフがボスにかかってないのがわかると思うですけど、ブレイクに成功するとボスにかかっているバフが全部解除されるんですよ。で、まあブレイク中はダメージが 1.1 倍になるとか、まあいろいろ 1.1 倍だっけ、わかんないけど、まあいろいろあるんで、まあとにかく HP 半分切ってからブレイクすればクリティカル耐性バフは消えてクリティカル耐性全くなくなるんで、 HP 半分切った後半からまあ作詞バフとか、こういうね有名スキル作詞のアクスアルゴってやつ、クリティカル発生率が大幅に上昇するスキル効果のやつね、バフスキルなんですけど、まあこういうやつ使って、まあ後半はクリティカル出せると。まあブレイクは片手直剣でできるんだったら、まあ裏セット、まあ、サブ武器ですね、サブ武器を斧にしてってできるんで、まあ俺の場合は片手直剣の残性でブレイクできるやつがなくて、まあ残性じゃないとブレイクできないんですよ、グリームアイズって。なんですけど、俺はこの槍の残性、これ残性だったら武器種問わない
ないんで、グリームアイズは。これ、刻意察知でワンパンブレイクできるんで、掲示板かなこれ。何の動画だっけな。まあ、とにかく後半、クリ耐性は突破できると。で、これもね、実は自然耐性 25% で、まあ、掲示板が 100% なんですけど、まあ、奥地もこれ 50% なんで、実は普通に直剣モッドで言ってもダメージ案外出るんですよ。実は。で、しかも、グリームアイズの攻撃で防御低下デバフ来ると思うんですけど、防御低下デバフって、グリームアイズのブレス攻撃ですね、こういうやつ。これ食らうと、これ防御低下デバフ来るんですけど、このブレス攻撃は気をつけてれば避けられるんですよ。立ち回りちゃんとグリームアイス攻撃し終わった後に攻撃来るか確認しながら撃っていけば、実は避けられないほどではないんですよ。まあ、なので案外普通に直剣モッドで行っても大丈夫なんですよね。残生じゃなくても手持ちのスキルで、俺グリームアイスの奥地普通に俺の持ってるその残風と残飛しか持ってないんですよ、直剣モッド。なんですけど、普通に行って、スイッチでダメージが100万以上出たんで、普通に。案外いけますって話ですね、グリームアイズは。ただ、ラングレンは耐性とか色々あるんですけど、まあ、ソロでやる場合は、状態異常が弱点なんで、まあ、案外気にしなくていい感じですね。まあ、終盤ちょっと残水の直剣モッドで削るんで、残水持ってれば、これ耐性とか気にしなくていいんですけど、まあ、終盤、まあ、助動だったら 75% でいいんですけど、奥地とか掲示板になってくるときついんで、まあでも助動だったらいけるんじゃないかなってちょっと思います。 75% だったら、まあ、モッドのダメージ 50% 上昇と、あと残属性の武器耐性が来ないんで、まあ、残属性むしろ弱点入って 50% 上昇なんで、この耐性は一応突破できますと、助動なら。なんでラングレンでも助動ならいける感じはします。ちょっとまあそれでもね、耐性は一応あるから、一応ってかあるから、まあダメージ入りにくいけど、まあラングレンはそんな気にしなくていいかと。まあなんかガチな人がパーティー組んでラングレン行くと、まあ今ガチな人はラングレンやらないと思うんですよ。85層フラボス出てるから。あと91層も最近出たしね、この動画撮ってる人に。ただガチな人行くと、なんか直剣モッドでゴリ押ししてすぐ終わるらしいです。状態異常とかやんないで速攻で、みんな残水の直剣モッド持ってくと一気に終わるらしいです。まあ知らんけど見たことないから知らんけど。で、85層フロアボスは、まあ、ラングレンと同じような感じの耐性値で、まあ、これも 150% とかかなりきついですよね、突飛じゃないと。まあ、ただこのね、75% っていうのも案外ね、助動だったらギリいけそうな数値ではあるんですよ。いやでもやっぱね、厳しい理由があって、それは、まあもうちょっと後に話します。この動画の。で、ナーシャとグリームアイズ助動の、まあ属性耐性 25% くらいなら、まあ突破できるんじゃないかって話なんですけど、まあ 25% の耐性くらいなら、まあほんのちょい HP 伸びたなくらいに思えばいいかなってぐらいで、自分の与えるダメージがマイナスになる、マイナスっていうか、本来与えるべき、そのボスの弱点全くついてないくらいの数値より低くなるくらいにはならないっていう話で、まあ、25% だったら、あの平凡なインゴットとか有料なインゴットとか結構合成しておくだけで、まあ、何十パーセント、まあ、10%、20% とか結構いくと思うんですよ。そこそこ頑張れば 10% ぐらいかな、俺の場合で。最近指輪出たんで、まあ、最大で 5% ダメージ出るし、まあ、指輪にスキルレコードもアビリティね、装備できるんで、エクストラアビリティで、まあ、二次インゴットもあればなおよしという話で、で 25% くらいだったらこれくらいダメージが上がるバフとか全然あると思うんで、あの属性耐性ってダメージ何パーセント上昇のところから引かれるだけで、ダメージ何パーセント上昇っていうのを上げれば耐性を緩和できるんですよ、実は。で、まあこれ助動なら回れそうだから、もうほんとみんな昔さ、助動とか全然普通に回ってたじゃん。なんかみんないつの間にか迷宮区さ、奥地とかばっか回るようになったけど、なんか掲示板みんな修行僧みたいにやるようになって。なんかブラッケンとか3番で倒せるとかそういうの出たからさ、あ、掲示板効率いいって言って掲示板やる人結構増えたけど、昔みんな助動とか全然普通に回ってたんですよ。
みんなで。で、まあ無課金とか微課金ならもう助動で回るくらいいいじゃんって、もうしょうがないじゃんって。でも助動でも回って作れんだったら別に全然いいじゃん。上の層だからモッド解放のかけらとか助動でも結構出るんですよ、案外。40層の迷宮に比べたら全然出るし、あとはなんかこういうのちょっと書いてあるけど、まあ台本っていうことでちょっとメモってあったんですけど、 SAOIF のリリース当初はダンジョン挑戦画面でなんか助動のところにソロ専用って書いてあったらしいんですよ。前なんかあの動画で見たんですよね、すごい古い動画が残ってて。でまあ助動もソロ専用って書かれてたぐらいだから、ソロの人でも回れるくらいのその倒すモブの数っていうか、ゲート突破のための倒すモブの数が少なかったり、まあモブが結構ね奥地より弱くて倒しやすかったりするので、でまあ掲示板やるより助動をソロで回った方がとか書いてあるんですけど、まあ助動だったらパーティー組んでいいよねって話で、まあ弱い人だけで組んでも、弱い人っていうかスキル揃ってない人だけで組んでも案外助動だったらいけるんじゃないかって話で、まあモッドのかけらも出るしということで、まあ案外助動を回ってみると倒すモブの数が少なくて案外ねいいっていうのがわかると思います。でなんかツイッターでちょっと見かけたんですけど、風属性以外の片手再建のモッドスキルでナーシャの掲示板やってる人いたんですよ。なんか属性耐性あるけどこれくらいダメージ出るよみたいな。で掲示板の属性耐性値って奥地と一緒なんですよ。だから掲示板で結構ダメージが出るってことは、まあ迷宮区の奥地でも結構ダメージ出るということで、でなんでそれダメージ出たかっていうと、まあ突属性が属性耐性受けなくて、でまあ、むしろ弱点入って 50% ダメージがアップして、まあ、ナーシャは耐性が 50% なんで、もうそれで耐性がない状態になって、でそこから片手再建はダメージ何パーセント上昇っていうのが伸びやすいんですよ。これ霧雨さんの SAOIF スキルレコードまとめっていうサイトめっちゃ便利なので皆さんぜひ使ってみてください。こういう片手再建のモッドスキルにつけるようなこういう追加効果のやつってクリティカルダメージが上昇する値高いやつが多いんですよ、こういうやつとか、まあ、これが、まあ、ダメージ計算式上で強いんですよね、属性耐性ある的に。属性耐性このダメージ何パーセントの合計から引かれるって、これダメージ計算式のブログ記事にこれ書いてあるんですけど、俺これ前書いたやつで、このダメージ計算の4要素、攻撃力、スキル威力、ダメージ何パー上昇と覚醒率、この4つをバランスよく上げると強いんですけど、まあここ属性耐性の分引かれてる分、ここをいっぱい上げるとダメージが上がりやすいってことで、まあ、片手再建がダメージ何パーセント伸びやすくて、まあクリティカルダメージってやつなんですよね、だいたいモッドの素材は。なのでクリティカル出せればなんですけど、まあただクリティカル出すのも結構厳しくて、あでもナーシャだったらそんな厳しくないか、クリティカル耐性 100% ぐらいだっけ。まあめっちゃクリティカル耐性高い敵だとこういうクリティカル発生率 300% 上昇とか、あの85層フロアボスとかにはこういうのないと結構片手再建はちょっときついかもしれないですけど、まあとにかく片手再建でもこのナーシャの掲示板で、あの突風じゃなくて突属性で風属性以外のねモッドスキルでもダメージが出てる人がいたという話です。まあ、グリームアイズも属性耐性ね、助動なら 25% なんで、手持ちの直剣モッドで案外いけますよって話で、まあグリームアイズってあの蘇生結晶が使えないんですよ。確かボス部屋が一部アイテムが使用不可になるんですよ。クリスタル無効化空間っていうのかな、これですね、結晶無効化空間のためってあるんですけど、まあこういう結晶アイテムですね使えなくて、 HP が0になると、まあ助け起こししかできなくなって、蘇生結晶が使えないということになって、それでパーティー募集しても人が来にくいっていう感じなんですけど、俺がやってる感じだと俺防具カオス135なんですよ。あのカオス透滅戦ってやつで、それ周回して作るあの装備可能レベルが135のやつつけて行ってみたんですけど、全然余裕でした。全然あの一度もやられずに行けるんで、グリームアイズって案外やってみればわかります。でやばいなって思ったら、まあ避ければいいって
っていう話で、まあそれでもダメだったら助け起こししてもらえばいいので、パーティーメンバーに。で、実際ナーシャにどれくらいのダメージが出るかって検証したんですけど、俺のステータスでなんですけど、俺トツカゼのモッド持ってるんですけど、この検証のためにわざわざモッドの素材をこうやって付け替えて、トツミズのモッドを持ってってます。これこの検証のためだけに取り外して、で今回トツミズのモッドはこれ使いました。コハル、まあ、バフ効果中の敵にっていうのは、まあ、ナーシャはクリティカル耐性バフじゃなかったと思うんで、まあ、猫バフかなんか動物系のバフ、あの効果がないっていう、あのボスにバフ効果をつけるスキル効果があるんで、まあ、それでこの効果を満たして、まあ、コハル2枚以上って書いてあるんで、まあ、同じセット内のどこかで小春入れるって話なんですけど、まあ、小春のアビリティとか弓で、まあ、覚醒のやつは持ってないんで、あの覚醒のソードスキルあるんですよ、両手槍の。それつけてます。確かアビリティはあったっけな、多分なかったと思うんで、まあ、これですね、この猫バフっていうやつで、このジョーロ小春には、まあ、不器用なプレゼントシノンっていう、まあ、モッドスキルですね、モッドにモッドつけました。まあ、同じ水属性たまたま持ってたんで、まあ、ダメージ50% 上昇が属性耐性にいいかなっていうのと、まあ、キリト1枚以上装備時っていうのは夜空に咲く青バラキリトってやつですね、使えばまあいいかなって。で青バラキリトも弓使う場合はシノンがソードスキルにあるんで、まあ、青バラキリトのスキル効果でシノンがあると攻撃力が 20% 上昇っていうのがあるんですけど、まあ、それが使えると。でたまたま持ってたこのデビルクイーンシノンがバフ効果中の敵にっていうので、まあ、同じ条件で、まあ、攻撃 20% 上昇っていうのでついでに入れたっていう感じですね。でまあこれは一応ね、火事場系の弓スキルなんですよ。自分の HP が少ないほど強くなるやつ。まあなんか持ってたんで一応入れといたんですけど、まあなくてもそんななんかギリギリで戦う感じじゃなかったと思うんで。でさっき言ったこの小春の覚醒スキル、これ持ってたんで一応つけました。まあ弓として使えないんですよ、これ両手槍だから。ソードスキル使用不可ってなるんですけど、まあ覚醒するときは覚醒として発動するし、まあ同じセット内小春を満たせるので。でこれがまあ猫バフってやつで、猫大好きバフ、30秒間的に猫を好きになるバフを付与って書いてあるのこれで。でまあアビリティはさっき言った青バラキリトですね、とまあこれ突属性で攻撃し攻撃力が800上昇って、これ持ってたんで一応使ったんですけど、まあなくてもそこそこダメージが出ました。普段は火事場弓使うんですけど、まあこれが HP50% 以下の時に回復する効果があるので、まあもう火事場じゃなくてもいいかなって感じで、まあこれあれば、まあ検証なのでね、あの本気でやろうとするとガチガチに火事場弓になるんですけど、まあ火事場系持ってない人でもってことで、まあある程度まあ火事場系のスキルちょっと使ってるんですけど、まあ、あとはこの出血状態の敵に行って出血満たせればもっと強いんですけど、ちょっと俺のスキル編成的に無理だったって話で、まあそこはもうしょうがないので、まあ、今回は諦めたんですけど、まあできる人は出血も満たして、あとはこれ水属性ダメージが上昇するやつ、これ水属性の弱点ダメージじゃなくて水属性ダメージなので、水属性使えば、まあ、この効果が発揮されると。で覚醒効果が非戦で攻撃力上がるっていうのと、あとはこれ覚醒スキルじゃないんですけど、ダメージ何パーセント上昇っていうのがすごい上がるんで、まあ、入れておきました。あとスイッチの威力が上がる、これが良くて入れました。あとは指輪は、まあ、ナーシャスタン攻撃してくるんで、まあ、スタン耐性一応つけておいたんですけど、まあ、ちょっとあまりよろしくないですね、耐性足りてないんで、まあ、ちょっとあんま意味ないかなって思うんですけど、まあ、ないよりはいいかってことで、これ別に耐性どうでもいいから、あれ攻撃力上がるアビリティ、これエクストラアビリティとして装備した方が良かったかもしんないですね。あとはちょっと指輪の厳選がね、俺全然やってないんでしょぼいんですけど、まあ一応これ、まあ、風属性ね、本当はね水属性のがいいんですけど、水属性検証なんで。でも水属性の指輪全然作ってないのであとは斧で一応ねスキルクールタイム減少のやつ入れてはいるんですけど、まあ、使う時が来たら使うかなっていう程度で、あと天職の務め有事を入れましたね。あの作詞系のバフとこれ重ねると結構クリティカルが出やすいっていうのと、あとやっぱこれが作詞系のバフですね、作詞のアクサルゴ、さっき紹介したやつと同じ効果のやつですね。あとこっちもこの時は一応スタン耐性つけてるんですけど、まああんま意味ないと。
で作詞系のバフかけて、でクイックチェンジして武器の切り返して、で挑むと。でまあ開幕いきなりここで猫バフをかけて、まあ、このまま攻めるって感じですね。で一回これ掲示板ですね、掲示板で打っても15万18万、これ2連撃なんで、通常打ちですね、覚醒してない時の通常打ちでも、まあ、30万超えてるんで、これ十分いい方なんですけど、30万だと HP これくらい削れる感じなんですよね、ナーシャだと。でまあ一応この火事場系のバフかけて、でまあ斧に切り替えて、で斧で一応そのクールタイム減少の打つ感じでやりました。これ打ちました。で、まあ、このままハイドラ系って打って、で、まあ、そのまま突水のモッドで攻めていく感じなんですけど、まあ、どんどん削ってって、で半分いってから覚醒する感じなんですよ俺。まあ、半分いかなくても覚醒していいのかな。ちょっと後半ブレイクできなかったら厳しいんで、まあ、ブレイクしない前提でやってるんで、まあ、HP が半分切る前にちょっと覚醒して打って、でからこのブレイクタイマーが出るんで、でブレイクタイマー出てからこうやって一気に削る感じなんですけど、このまま一気にね行って案外削り切れたんですよね、これ打って。でこれブレイクの失敗してくるんで、でブレイク失敗するとここ防御力上昇のバフがついたままになってしまうんですけど、まあ、このまま攻め切って全然勝てましたね。で覚醒終わりそうなんですけど、これ打ったら倒せたんで、案外いけるんだなって思いました。掲示板でも突水ですよこれ、覚醒中に一応倒しきってるんで、これでまあ突800使ってますけど。で次助動ですね、これ助動入りまして、まあここねちょっとねモブの倒すのがちょっとめんどくさいんですけど、全体攻撃あんま入れてなくて、でもめんどくさいからこのまま単体攻撃で無理やり押し切ってモブ狩りしました。でまあボス部屋入ってで、で、まあ、さっきと同じような戦法で、まあ、さっきと同じスキル編成なんでめんどくさいから変えないで来ちゃったんで、で、これで、まあ、なんかちょっとプレミしまくってるんですけど、ここ。まあ、猫バフかけてって感じで、かけて、でまあこのまま普通に HP 半分まで攻めていく感じですね。で HP 半分直前になって、作詞バフ今かけました。で天職の務め有事を入れました。でクイックチェンジからの覚醒して、でこっから一気に行こうとして、ほらめっちゃ削れてるんですよこれ。ここから一発撃つだけでこんな削れたんですよこれ。100万くらいでこんな削れるんですよ、半分からここまで削れてて。で、まあ、ここから一気に行きます。これでさ、ほら、これ普通のスキルですよ、これ。モッドとかじゃなくて、普通の覚醒スキルで撃ったのにいっぱい削れて、助動だと案外削れちゃうんですよ。属性耐性 25% しかないから。これ意外じゃないですか。だから案外助動行ったら削れてしまうという話です。で、次に、グリームアイズですね。これグリームアイズのやつ、ちょっと防御低下デバフ、バフで上書きできないかってちょっと検証したんですけど、まあ、これやったけど全部ダメだったって話で、まあ、これ見ての通り全然防御低下デバフが消えてないですよね。防御上昇バフを打つと、この防御低下デバフが消えることがあるんですよ。謎仕様があって。まあ、修正されてるのかどうか知らないけど、ボスが使う防御低下デバフのレベルと同じレベルの防御上昇バフを打つと打ち消すことができるっていう話で。で、まあ、今度は掲示板で、まあ、真面目にやるてく感じなんですけど、でまあこれ編成が俺いつも使ってる残風の直剣モッドと残火の直剣モッド、まあこれ眼帯アリスでこっちにも防御力 ×2 攻撃力が上昇の追加効果つけてあって、でまあこれはスイッチゲージ上昇のバフ効果がある覚醒スキル、スイッチゲージ増加量が多いやつですね。であとは縦傷ですね、有名な忠義の盾キズメルってやつで、撃った直後に素早くね初撃が早いやつ撃つと、まあ、バフが入ってって強いやつで、あとはリズベット、パワーライズのリズベットですね。で敵に与える風属性ダメージが 25% 上昇って効果があるので入れてるんですけど、まあ、アリス入れると攻撃力上昇効果が発動しないんで、まあ、ただこの編成アリス入ってないん で、あとはこれ攻撃力が結構上昇するやつですね。 HP 75% 以上の時で、これが防御力が自分のレベルに応じてめっちゃ上がるユージオのスキル で、これがアスナのアビリティですね。火属性ダメージが上昇と風属性ダメージ上昇の効果があって
で、俺風と火属性の直拳もっと使うんで、まあこれがちょうどいいということで入れてるんですけど、まあダメージ上昇が結構いいので、やっぱり。まあ覚醒スキルの方がいいかもしんないですけど、まあ俺これ結構好きで、ちょうど火と風なんで好きで使ってるんですけど、まあどうなんだろう、覚醒の方がいいかもしんないですね。で、まあこういう編成で、で、まあ裏セット、これセットにですね、セットには槍の幸、極意幸ですね。これ残性でブレイクゲージ増加量が多いっていうので、まあ、槍なんですけど実はブレイクできると。で、あとはこの凸風のモッドなんですけど、初期モッド幸は、まあ、攻撃力上昇効果を解除するやつあるんですけど、ブレイク失敗した時かな？あれ攻撃力上昇ってついたんだっけ？あ、そうだ、ブレイクに失敗するとめっちゃ攻撃力上がるんですね。このセイローランサーリーファって、まあ、攻撃上昇解除する追加効果なんですけど、バーストパック両手槍に入ってるんですよ、これ。まあ、980円で買えるんですけど、まあ、これで買って手に入れた感じなんで、まあ、一応980円で手に入ると。で、あとはこれですね、混成の追随サーチでいいのかな、自分のね防御力低下効果を解除する追加効果があるんで、で、まあ、攻撃力の上昇バフもあると。これが結構ね、モーションも速くて使いやすいんで、まあ、このまま入れてて、あとこれが残属性ダメージが上昇するバフが発動するんで、まあ、入れてる感じですね。これですね、残属性ダメージ上昇のデバフですね。これパーティーでも使えそうですね、グリーマイズやるとき。デバフなんで、まあ、ただ8秒間なんで。で、まあ、このままやってったんですけど、オートターゲット追従移動にして、で、入って、で、入ったら、まあ、ちょっと攻撃してみたんですけど、直剣もっと普通に入れても案外削れる感じなんですよね。まあ、掲示板だからちょっと厳しいですけど、まあ、直剣もっと2回打っただけで案外削れるんだなって思いましたね。で、助動だとね、もっと楽なんで、まあ、助動のもこの後ちょっと見るんですけど、で、縦傷入れて、まあ、やってみると、まあ、でもちょっとこのブレス食らっちゃって、まあ、ブレス食らうとこの防御低下デバフ状態になるんですけど、まあ、槍に切り替えて、で、ボル系の幸ですね。これを使うと、この防御低下が解除されてるんですよ。ここ見るとわかるんですけど、ここ低下だったのが解除されてなくなったと。で、まあ、これで攻めていく感じですね。まあ、クリティカルは諦めてる感じで、で、まあ、残属性ダメージのバフを入れて、あ、デバフか、入れて、で、まあ、ちょっとこの縦傷入れると案外これね、減ったんですよね。まあ、120万とか出て。で、まあ、120万出てるのにこれしか削れないっていうのが、まあ、HP が高いってことで、そう、属性耐性じゃなくて HP が高いんですよ、これ。みんな属性耐性モリモリとか言ってるけど、実はこういう場合もあるという話。ロッソまでは実は、まあ、ナーシャとグリームアイズに関してはダメージが出てるにもかかわらず、これ HP が高いからあんまり削れてないように見えるだけで、実はやってみるとダメージはちゃんと100万くらい出るんですよ。普通に掲示板でもこうやって出てるんですけど、100万出て、あ、そう、100万出てますよね。これクリティカル出てないんですけど、まあこれね、防御力上げる編成にしてるんで、まあ出てるかもしれないですけど、まあ、これで案外出る人は出るという話で。で、まあグリームアイズは HP 半分にならないと、半分切らないと、こうやってスキルブレイク可能な攻撃、ブレイクタイマーが表示されるやつ来ないんで、できたらこれ槍に切り替えて、まあブレイクして、で、ブレイクするとこのクリティカル耐性が消えるんで、バフが消えて、まあクリティカルは打たないんですけど、まあここで一気に覚醒して削り切ろうって魂胆なんですけど、まあちょっと掲示板なので、まあちょっと厳しかった感じですね。まあそこそこ削れたんですけど、まあまだまだ厳しいと。で、まあなんだかんだ削ってって、まあ地味に削ってって、最後ね、まあここら辺で全然倒しきれたんですよね。ボール系のフォール入れて、で、切り替えて、で、まあ、あれですね、防御低下デバフ解除して、で、最後ここら辺で、スイッチで、あ、そう、バーンストライクからのスイッチでこれ倒して、まあ、ハッピーセットということで、まあ、次ね、ちょっと助動ですね。助動入ってみるんですけど、まあ、これが、助動あんま来ないからか、道迷ってこっち行っちゃったんですけど、まあ、こっち、で、まあ、これもなんか、まあ残火の直剣モッド、初期モッドキリトが、まあ全体攻撃なんで勝ってって、まあ、これで勝っていくんですけど、まあ、ちょっとめんどくさかったけど、まあこれいって。
で助動入りました、ボス部屋来ました。で、まあ、さっきと同様に、まあ、ボルケーノホールから縦傷で、で直剣モッド入れたらこんな削れるんですよ。助動ですよ、さっきと全然違う。掲示板なんかさ、ほんのわずかじゃん、浄土こんな削れるんですよ。やばくないですか、浄土。だってさ、残生じゃないよ、使ってんの。こんな削れるんだよ。やばくね？もうなんか、半分いきそうですよ。もうちょっとで。で、これスイッチ入れます。ほら、もう半分いっちゃう、もうそろそろ。半分いきました。で、切り替えて、ブレイク入ります。まあ、発砲崩し、ブレイクゲージ増加量が多いアビリティ、サブセットにつけてるんで、まあ、これで一気に、まあ、削り切ると。で、ブレイクした後覚醒して、で、まあ、SP の回復を待って、で、まあ、縦傷からの直剣モッドと。で、もうこれで、後半、こんなに残ってるのに、削り切れちゃうんですよ。残風の直剣モッドですよ。属性耐性あるって言いますけど、25% ですから、助動は。だから全然いけてしまうという話で、もうこれほとんどモブ狩りに使った時間なんですよね。ここ入るまで、これ27分27秒残ってるんで、このボス部屋にたどり着くまでに2分30秒かかってるんですよ。で、討伐タイムが3分30秒なので、1分で倒せちゃったんで、で、道中のモブ狩りとかパーティーでみんなで協力してやれば、もっと早くなるし、まあ、ボスもソロで倒すわけじゃないんで一気に削って、もうグリームアイズなら普通に残生じゃない直剣モッドで回れちゃいます。まあ、対戦モリモリって言うけど、グリームアイズだと案外ね、普通に直剣モッドでいけちゃうという話で、あとね、85層フロアボスの助動も一応検証したんですけど、まあ、前やったことあるんですけど、まあ、きついって分かってるんですけど、まあ、一応ね、これさっきと同じように、まあ、これ元素材つけて、で今度は初期モッドのシノンに、まあ、スナイパーアイシノンっていう有名な超強い追加効果つけて、まあ、ダメージ何パー上昇とかはないんですけど、まあ、多分そっちつけた方がダメージ上がるのかな。あとはハニカミ人魚姫シノンですね、まあ、キリトの枚数かける500アップする代わりに自分の HP の3分の1くらいが削れてしまうというデメリット効果があるんですけど、まあ、これ単体攻撃なんで、まあ、3分の1減るだけですね。全体攻撃だと当たった分だけ全部デメリット効果が適用されてやばいことになるんですけど、まあ、あとはこの猫バフつけてますね。でも最初はクリティカル耐性バフがボスについてるんで、猫バフなくてもバフ効果中の敵には条件適用されるんで、で、まあ、あとはさっき突属性ダメージが 28% 上昇のアリスつけてたんですけど、これキリトにしたのは、まあ、さっきのハニカミ人魚姫シノンがキリトの枚数かけるっていうのがあるから、まあ、キリトを入れてる感じで、まあ、攻撃力1000上昇にしかなんないんですけど、まあ、にしかっていうか結構なるのか。まあ、一応ここつけてると。でキリトのスキルアビリティあんまいいのないんでこれくらいなんですけど、まあ、さっきと同じように突800のつけて、でこれがまあ水と風どっちも上がるっていうのがいいんですよね。まあ、水と風どっちも使うんで、これ水の弓のモッド、これ風のモッドなんで水風どっちも上がるっていうのが結構好きですね、これ。で、まあ、あとさっきと同じこれ小春入れてって感じで、まあ、やってくんですけど、サブセットはこれですね。原枠シャッフルシノンが、まあ、ブレイクにいいっていうので入れてます。まあ、今回火属性使わない、なるべく使わない縛りなんで検証でね。であとこれブレイクゲージ増加量が上がるやつつけて、で、まあ、このブラストショット一応入れてるんですけど、使いませんでした。あんまり、ブレイクにはね。この前ね、スカルリーパーの検証で結構ブラストショットとシュート系が結構削れるっていうのが分かったんで、まあ、シュート系は、まあ、知ってる人がいて、ツイッターで情報を出してる人いたんで、すごいありがたかったんですけど、まあ、それで知ってて、まあ、あとはドラゴンブレイズ一応ね、入れてるんですけど、まあ、全体攻撃ってことで入れてるだけです、これ。刺して意味はないけど、まあ、途中から変えたんですけどね。で、まあ、これ助動入って、でまあ、モブ狩りもかなり大変でしたね。さすがに85層迷宮区となると、まあ、助動でもモブ狩りがかなり厳しくて、で何回も攻撃しないと倒せないんですけど、まあ、昔はこれくらいかけてモブ倒してたなって思い出しましたね、これは。で、まあ、途中からドラゴンブレイズをこのカジバ読みになんとなく変えて、まあ、カジバ系のバフつくしと思って変えて、まあ、サブセットでもいろいろやって、まあ、単体攻撃なのになんか頑張りましたね、これ。で、まあ、ボス部屋までこれ行って、で、ボス部屋入って、
で、まあやっぱ一発撃っても一応その12万とか14万とか出てるんですよ。これ属性耐性があるって言ってましたけど、ダメージこれ出てるんですよ。これ一応12万14万ってそこそこ、12万14万って合わせたら26万くらいじゃないですか。さっきとそんなにダメージが実は変わってないんですよね。なのにこれしか削れてないっていうのはボスの HP がめちゃくちゃ高いっていう話で、でまあこれ一度やられるともうおしまいなので、もうすごい慎重にやりました。あのクリスタル無効化空間なのでソロでやると完全にもう蘇生する手段がないので、もうフォーカスは特に入念に避けました、慎重に。でまあこれ少しずつ削ってって、でまあここら辺で HP 4分の1かな、削れたあたりでブレイクが来るんですよ。ブレイクチャンスでここブレイクして、まあ助動だから一人でブレイクできるんで、でまあここ覚醒していくんですけど、まあ、42万あとは25万の31万、まあ、そこそこ出てるんですよね。そこそこでブレイクするたびにこれボスに与えるダメージがどんどん上がってくんで、これでこのマークがそうですね、多分2時間って書いてあるんで、まあ、一応その猫バフのシノンでもそこそここれ削れてるんですよね。でもこれ HP がすごい、これ56万とか出てるじゃないですか。まあ56万もちょっとしょぼいけど、25万31万とか出て、これ2回ぐらい打ったら、このモッド2回ぐらい打って100万ぐらい出てるんですよ。で俺直剣モッド打つと大体100万、縦傷乗せて150万、200万くらい、まあちょっと強い人が聞いたら弱って思うかもしれないんですけど、俺全然本当に強くなくてそれくらいなんですけど、あの直剣モッド並みの火力が出るとしてもこれくらいなんですよ実は。だから属性耐性じゃなくて HP が高いって話で、単純にボス自体が強い。こういうレジストっていう赤い表示に惑わされて、なんか属性耐性のせいでなんか倒すの大変みたいに思われるかもしれないんですけど、で実際そういう属性耐性で削るのが大変っていうのは合ってるんですよ。全くその通りなんですけど、ただ一番やばいのは HP なんで、ちょっと属性耐性、こういうレジストっていう単語だけで惑わされて、ちょっと本質が見えてきてないのかなってちょっと思いました。敵の強さの本質というか、単純にやっぱ上の階層行けば行くほどボスの HP もどんどん上がるだろうし、いやでもなんかまあ本質だのなんだの言ったけど、実際ねやっぱり属性耐性やばいから、属性耐性とかなかったらもっと削るのが、まあ、そりゃ楽だよなって話なんですけど、もっとダメージ出るはずなんですよね。正直これ属性耐性なくてもこれ HP が高いからきついんじゃないかって思うんですけどね。これなんかその迷宮区の奥地と掲示板で属性耐性一緒なんですよ確か。で助動が自然耐性半分なんですよ、助動だけで。みんな普通掲示板最初検証するじゃないですか。で掲示板でやばいと、もうそれだけで、あもう無理だってなるじゃないですか。だから掲示板で属性耐性めちゃくちゃ上げるのはまずいんじゃないかってちょっと思うんですよね。みんな迷宮区行ってほしいっていう気持ちからなんだろうけど、それで先入観持たれちゃうと思うんですよね、掲示板の耐性値。まあでも実際この助動でもきついっていうのがこれ見ててわかると思うんで、まあどっちにしろ耐性やばいっていう風に思われると思うんですよ、実際やばいんで。まあそのやばいのはその属性耐性っていうよりその HP の高さ、まあ、属性耐性もやばいし HP の高さもやばいっていう話なんですよね。でまあ武装石ドロップ率アップキャンペーン中なら、まあ、掲示板より迷宮区助動の方がまだドロップ率いいんじゃないかっていう話で、でまああんまりドロップ率変わってないっていう人もいると思うんですけど、まあ、結局運なんですよね。その時出なかったら低いじゃん、出たら高いじゃんっていう感じで、もう上がってるかどうかよくわかんないと思うんですよ。まあ全然変わんないっていう人が多いので、まあ変わんないと思うんだったら掲示板でも確率的には迷宮区の方が高くなってるらしいんで、キャンペーン中はまあ迷宮区助動でも奥地でもいいんですけど、まあ助動だとまあロスは耐性値低いから案外いけるよって話です。まあ掲示板でも案外削れちゃうんですけど、
まあ、ナーシャは後半ブレイクできなかったら防御バフ貼られちゃうんで、って言ってもカオスリコレクションほど全然削れないってわけではなくて、防御力上がってるだけなんで、まあ、防御低下デバフとかつけるといいのかな、わかんないですけど、まあ、カオスリコレクションじゃないけど後半覚醒で突破するって考えるとそんな、まあ、痛くないのかなって感じはしますね。まあ、ブレイクした方がいいですけど、まあ、痛くないわけじゃないですけど、まあ、痛くないって言い方変か。まあなんだろうね、効率めちゃくちゃ考えてる人からすると、まあ、全然効かないっていう印象かもしんないですけど、まあ、直剣モッドってさ、ブラッケン3パンできてたから、もうそれと比べちゃって、その落差っていうか、急に強くなったから、それで、やばいやばい言ってただけかもしれないですけど、まあ、さっき言ったその耐性値は、助動の、低さに合わせた方が良かったのかもしれないですけど、まあでも運営は迷宮区回ってほしいっていう気持ちが強いっぽいんですよね。なんとなく迷宮区回ろうって感じがあるんで、まああとは74層以上はコアメタルが出ないんですよ。マジ震えんなよコアメタルっていうハッシュタグが作られるほどなんか嫌がられるんで、まあこれについてはあの武装石とコアメタルが同時にドロップするかどうか問題みたいな動画作ろうと思うんで、まあその時にねちょっとこのお話します。でまあさっきの映像で見た通り、まあナーシャで突風モッド使ってスイッチ100万以上出てるんですよ俺。まあ150万とか200万出ることもあったっけな、そのカジバ使って。で俺が出せる直剣モッドの火力ってまあ100万150万を高い時で200万ちょいなんで、まあ、雑魚って言われると思うんですけど。まあ、とにかく、それくらいダメージ出ても、倒すのに時間がかかる。まあ、パワーライオン持ってなくても、直剣モッドくらいの火力出せたんですよ。それでもかかった。でも、なぜかっていうと、まあ、なんか、すごい時間かかるなっていう感じがしたかっていう話で、やっぱブラッケン3パンとの、差がね、すごくて、倒す速さが。で、レジストっていう単語を見ると、まあなんかそれが大きいんじゃないかと思いがち。で、一番大きいのがこれだと思うんですよ。61層以上のフロアボスの HP が高い。これ、HP 比較して表を作ったんですよ。40層のブラッケンが、270万くらいなんですよ、掲示板も。ここら辺、掲示板と助動一緒だったんですよ、50層までは。で、61層からは、掲示板と迷宮区助動が、ちょっと変わってきて、で、なんでやばいかっていう話で、これ、ブラッケンが270万くらい HP あったのが、85層フロアボス3313万くらいあるんですよ。ブラッケン3パンが270万だったんですけど、まあ、ブラッケン270万の10倍以上ですね。3313万、85層フロアボス。ブラッケン10体以上分ですね。あるので。で、まあ、ナーシャでも、掲示板が636万あるんで、まあ、これと比べても、ちょっと倒すのが大変で、まあ、ちょっと属性耐性があるというのもあって、まあ、それでなんか効率悪いみたいに思ってたけど、まだこれ可愛い方。420何万とか600何万とかまだ可愛い方。ブラッケン2体分ちょいくらいですよ。2体半とかそれくらい ?2 体半もいかないか。2体ちょいくらい。でもこれさ、もう桁違い、もうレベチです、これもう。ナーシャで636万 HP あったのが、85層フロアボス掲示板は3810万なんとかとかあるんで、これもう耐性とか以上にやばいでしょ。だって5倍以上あるもん、ナーシャ。ナーシャ5体分以上あるから、HP が。これね、もう属性耐性以上にやばいと思ってて、まあ、属性耐性もめちゃくちゃやばいんだけど、一番やばいの、実は HP なんじゃないかな、みたいな話です。で85層迷宮区の奥地で、まあ、突飛の覚醒の、この助走有事を、これに縦傷乗せて撃って、たら50万くらい出たんですよ、スイッチで。まあ、50万ってちょっとしょぼいんですけど、まあ、モッドじゃないスキルでもそれくらい一応行くんだなと思って、まあ、ダメージは通らないことはないと。でまあ、縦傷使ったらとか言っちゃったんですけど、これ迷宮区初めて85層フロアボスの混ざった時に縦傷使っちゃったんですよ。でまあ、火力出ないくせに火力組に混ざっちゃって、で何もわかんないから使っちゃったんですけど、縦傷はヘイトを稼ぐ効果があるので絶対使っちゃダメ。マジでダメ。これ縦傷に敵のヘイトを集めやすいっていう効果があるんですよ。これ使うとパーティーが混乱します。
なんでかっていうと、85層フロアボスってカジバユミを使う人が来るんですよ。 HP をわずかに残して戦うスタイルの人、 HP1 とかにしてくるんですけど、誰かがあのタンクって言って、まあ、ヘイトを集めやすいスキルを使って一人でそのボスの攻撃を引き受けるっていうのをやるんですけど、火力に混ざってこれを使うとそれが混乱するんで、でカジバユミ HP1 しか残ってなくて攻撃が飛んできて次々にやられてしまうっていうのが起こるんで、まあ、縦傷はマジで使わない方がいいっていうか、ヘイトを稼ぐ効果があるスキルは使わない方がいい。でまあいろいろ言ってきたんですけど、まあ、今後ねダメージ何パーセント上昇っていうめちゃくちゃ高いスキルが出てきたら、属性耐性があってももしかしたら高いダメージが出るかもしれない。属性耐性を突破するぐらいのそのダメージ何パーセント上昇って高いやつが出たら、そのピンポイントで弱点つくスキル持ってなくても、まあ、バフとか持ってね、ダメージ何パー上昇のバフとか持っていけるんじゃないかと思いました。まあ、あと最近のボスなんですけど、ブレイクするたびに与えるダメージが増していくんで、まあ、後半ねちょっといい感じだったんですよ。これ最初やった時12万14万とかだったんですけど、これモッドじゃない普通の覚醒スキル使ってもこれ23万とか出るようになったり、まあ、後半はもうモッドで29万、まあ、それでも29万か、普通のこの突飛のスキル使っても16万とか出るんで、まあ、このジョーロコハルを使ったら30万の36万とか後半出たんで、まあ、覚醒してない状態ですね。っていうかここ覚醒すればいいのに覚醒使ってないですね。まあ、っていうのもあって、まあ、ブレイクするためにね後半は楽になると。あとはこの有名な、まあ、源流リズってやつなんですけど、源流オーダーで出たリズベットと、まあ、これ一つ強化のパーティーバフなんですけど、パーティー全員が突属性の弱点ダメージが大幅に上がるパーティーバフですね。こういうのをね使うとね結構ダメージが出るんじゃないかと、属性耐性来るやつでも緩和されるのかなとちょっと思います。あとはボスの防御力とか書いてあるんですけど、まあ、これはまあ気にしなくていいです。でも今回ちょっとすげえ長く喋っちゃったので、まあ、カオス175ウンタラカンタラとか書いてあるんですけど、これもどうでもいいです。今回ちょっとどうでもよくはないけど、これについて喋り出すともう終わりが見えなくなってくるんで、まあ、今回とにかく言いたかったことは、まあ、属性耐性やばいけど本当にやばいの HP なんじゃないかなって、 HP もやばいっていうところに目を向けたらいいのかなっていう話で、でまあダメージ何パー上昇ってめちゃくちゃ漏れるバフとかなんか来たらいいんじゃないかって、そういうのが伝えたくてこの動画を作りました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。サラサラー。